ロゴテルアビブのディーゼル店舗ディーゼルは同名のファッションブランドを展開するイタリアのアパレルメーカー略称 DSL1978 年にレンツォロッソによって創立されイタリア北東部の都市モルベーナに拠点を置く創業者のレンツォロッソが代表を務めるオンリーザブレイブ社の系列にあるデニムウェア家具雑貨製品が主力商品として知られている 1978年に、レンツォロッソと AG ジーンズ社のアドリアーのゴールドシミットによって設立された。複数のブランドが集まるグループ中の一つとして、ディーゼルは立ち上がった。1979年にメンズコレクションを発表し、1984年にキッズラインをスタート。その後1985年に、レンツォが会社の裁量権を獲得。 ジーニアスグループ内でも一番愛着があったディーゼルに専念するため完全に独立する。1989年にレディースラインを発表。1991年より国外展開を開始し、1994年にはセカンドラインの 55DSL をスタートさせる。1996年にアメリカ合衆国のニューヨーク歴新ントン通りに初の機関店がオープンした。 日本においてもデパートを中心に各地で店舗を展開している。同社が取り扱うデニムジーンズの製造はイタリア本国で行っている。また国外法人としてヨーロッパアジアアメリカ大陸に17の支社を持つ。2002年にはシャネルのカリスマデザイナーとしても有名なカール・ラガーフェルドとコラボレーションしてラガーフェルド・ギャラリー・バイ・ディーゼルを発表。2005年の資料では 年間売り上げがおよそ12億ユーロにまで上っている。2008年にはアディダスオリジナルスともコラボしてアディダスオリジナルスデニムバイディーゼルを開始。メインのディーゼルブランドのほか、ニューヨークコレクション出店のディーゼルブラックゴールド兄弟ブランドとして 55DSL も展開している。なお、ブランド名はディーゼル燃料のように世の中を活気づけたいとの思いから名付けられたという。 クリエイティブディレクターはディーゼルがニコラ・フォルミケティ、ディーゼル・ブラック・ゴールドがアンドレアス・メルボスタッドなどといった様々な商品が幅広く存在している。ディーゼルの歴史とキーワードディーゼル商品一覧ありがとうございます。